それでも食らえ。大丈夫、任せといて。ここは？ようやくこの時が来ましたね。久しぶりね、エージェントアーナス。私が教皇庁の長、ルードゲートです。教皇さん、あんたどうして？今から数百年前、国際関係は悪化の一途をたどり、数えきれぬほどの軍事衝突が起きました。犠牲になるのはいつも民衆です。戦いの道具として使い捨てられた人々は何千人とも。血筋や思想の違いで人は簡単に誰かを憎み、当時聖職についていた私は戦場に転がる数えきれぬ死体の中で気づきました。教皇さん、とこしえの夜を召喚したのは私です。そして彼を騙し、その尊き青市を奪い滅ぼしたのも、私が浴びた夜の君の血は私に新しい可能性を示してくれました。そう、私が新たな夜の君、人の心を持った夜なのですよ。私が夜である限り、人類は結束せざるを得ないのです。なるほど。あんたが世界を壊すって脅しをかけるたび、こすっと。青吉の力は、体同様、心も支配しにかかる。人の心を、何のメンテナンスもしないまま保ってられるはずがない。さすが。青い雨を浴びて生き残った最後のエージェントね。見て、この肉体は私の聖騎士降臨が夜のために作り上げた最高傑作。じゃあ、あの石像の女性たちは？肉体は切り刻まれても、誰かを思う彼女たちの熱い思いは、だから私は人間の心を失わずにいられるのよ。でもそれもそろそろ限界。心と肉体を丸ごと着替えなくては、この夜を抑えることはできないの。リリーティス、今もこの地上のどこかで孤児たちが青吉を与えられ戦の道具にされているの。リリーティス、あなたならそれを止められるのよ。アーナスのような子が。あなたはアーナスを守るために自分が嫌われることすら厭わなかった。アーナスを思う心を夢世界に捨ててまでアーナスを守ろうとした。その優しい心ならきっとこの夜の血を飼いならせるでしょう。お願い、リュリーティス。犠牲になりたきゃなればいい。戦いを止めたきゃ止めればいい。だけどそれは、そう思った当事者がやればいいことだ。世界のために犠牲になる必要はない。リュリーティスも、そしてあんたもだ。夜との戦いも、列強国の戦も、誰か一人に押し付けるなんて間違ってる。この世界は、この世界に生を受けたそれぞれが背負うべきものだ。それが生きるってことだろう。アーナス、リュリーティス、下がって。この人から夜の君の血を吸い上げる。私の存在は世界に